風水、寝室に置くな。置くと運気が下がるもの10選。風水においてキッチンや玄関などとともに重要視されているのが寝室です。多くの方が1日の3分の1から4分の1を過ごす場所ですから、重要なのは当たり前といえば当たり前ですよね。今回は寝室に置くと運気が下がってしまうもの、またはやり方によってはあまりよろしくないもの、そして風水上寝室において注意すべきところなど、合わせて10ポイント紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。1、水槽。金魚や熱帯魚を飼っているという方もいるでしょう。水槽は置く場所や水の質、循環性や衛生面によっては運気を高めてくれるアイテムでもありますが、陰の気を持つ睡眠という行為に対して陽の気を持つ水槽の水はバッティングしてしまうと言います。結果として良質な睡眠が妨げられてしまうとされます。 2. スマートフォン。スマートフォンを寝る前にいじる習慣がある方は注意です。そのまま枕元や体のそばに置いて寝ていませんか？スマホから発せられる電磁波は体への悪影響があるだけでなく、あなたの周辺の気を乱してしまいます。スマートフォンは別の部屋に置いておくか、少なくとも離れた距離の場所に置くようにしましょう。 3. ぬいぐるみや人形。お子様、特に女の子であれば、寝室にもぬいぐるみや人形をたくさん飾っているということもあるのではないでしょうか。ぬいぐるみや人形は古来から呪術などに使用されてきたように悪い気がこもりやすいものです。寝室にもあまり置かない方が良いと一般的には言われています。どうしてもという場合はこまめに洗い、日の光で乾かし、清潔を保つようにして設置してください。 4. 真っ暗な寝室。置くと運気が下がるものではありませんが、寝室の注意点として紹介します。特に都会にお住まいの方であれば、外の光が気になって熟睡できず、雨戸もすべて閉めて本当に真っ暗な状態で寝ているという方も多いでしょう。しかしこれは風水の観点から言うと NG です。真っ暗な部屋はネガティブな気が強くなりがちです。雨戸は閉めても良いですが、足元に小さな間接照明を置くなど工夫をされた方が良いでしょう。 5. 鏡。ネガティブな気持ちや邪気を浴びたまま眠りにつくと、鏡がそうした気を倍増させて跳ね返すと言われています。またベッドで寝ているあなたの姿が鏡に映る状態では、あなたが睡眠中に蓄えたせっかくの良い運気が吸い取られてしまうとも言われます。手鏡のようなものなら良いですが、大型の姿見や化粧台についた鏡など動かすことが難しいこともあるでしょう。そんな時は鏡に布をかけるなどして、あなたの姿が反射してしまわないように気を配りましょう。 6. テレビやパソコン。意外な盲点となりがちなのがテレビやパソコンのモニター、ディスプレイなどです。ベッドに入り寝る前にテレビを見ることが習慣になっているという方もきっと多くいると思います。ですがこのテレビやパソコンのモニター、ディスプレイも鏡と同様に反射するものです。同じく悪い気を倍増させて跳ね返したり、良い気を吸収してしまうとも言われています。モニターの向きや位置、カバーをかぶせるなどして工夫しましょう。 7. 黒や濃いグレーの寝具。寝室をスタイリッシュにしようと思って黒や濃いグレーの寝具を使っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。全体的に黒や濃いグレーの多い寝室は
ネガティブな気が強く、運気を落としてしまいがちになります。寝具はもちろん、カーテンや壁紙などは明るめの色がおすすめです。パジャマや寝巻きも同様です。8. スチール製の寝具。寝具の色だけではなく、どんな素材でできているかも大切です。風水上、最も良いとされているのは木製のベッドです。そして、できれば極力避けたいのがスチール製です。スチール製のベッドは、ネガティブな気が強い上に、睡眠中に充足すべき良い気を燃やしてしまうと言われています。9. 南枕。風水上南側に枕を置くことはあまりよろしくないとされます。精神的に落ち着かなくなり、金運をも下げてしまうと言われています。日本では北枕がまずいと一般的にされていますよね。ご両親に子供の時、北枕はやめなさいと注意された経験がおありの方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、風水の世界では、北枕と東枕が良いと一般的には言われます。北枕は疲れや邪気を睡眠中に洗い流してくれるとされ、東枕は恋愛運の向上や元気回復に効果的だと言われます。ちなみに西枕もリラックスができるとされ、決して悪くはないのですが、あまりに休みすぎてやる気がなくなってしまうと言われています。10仕事道具。学生であれば学校関連のもの、社会人の方であれば仕事で使用しているバッグや書類など、こうしたものが寝室にあると睡眠中に明日元気に活動するための気が十分に充電できなくなってしまうと言われています。特に気が出入りしやすい枕元には置かないようにしましょう。以上、寝室の風水について10個のポイントをシェアしてきました。早速、手をつけられるところから改善していきましょうね。もしよかったら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしています。